こんにちは、平山愛子です。今日は妊娠中に着れるユニクロのワンピースのご紹介をしたいと思います。ぜひ最後までごゆっくりご覧ください。今着てるやつですね、こちらユニクロのウールブレンドハイネックスリットワンピースというワンピースになります。こんな感じで結構ね、作りがゆったりしていて、これ実は S サイズなんですよ。 S サイズでもね、ちょっと出てるの分かると思いますけど、全然妊婦さんでも変わらず着れて、お仕事にも着ていけて、ものすごく重宝してます。実はもともとはね、私白を買ったんですよ。で、白を愛用していて、まあ、インスタグラムとかにもね、アップしてたんですけれども、これがものすごい良かったんで、もともとね、3990円ぐらいだったんですけれども、それもね、新春のセールで、1990円までお安くなっていたので、もうここぞとばかりに色違いでキャメルも買いました。マタニティワンピースとか、専門店で買うと1万円くらいするものってたくさん出てくるんですよ。期間限定ですか、まあそんなに着ないかなって思うと、まあなるべくね、安く済ませたいなと思った時に、やっぱり先輩の妊婦さんからユニクロのニットのワンピースが使えるよって言われたので買ってみたんですけれども、本当に大正解で、結構ゆったりしてるワンピースがたくさんあるんで、体のラインもすごい出て、妊婦ですって強調される感じもなく、仕事中に着ていても締め付け感とかもなくって、すごい重宝してます。まあね、3990円でももちろん安いですけれども、セール時期とか狙って1900円、2000円切ったらね、もう本当に感動的で、私は結構この冬このワンピース2つともすごく着ています。まあこんな感じでね、ゆったりしてるし、ここにねスリットが入ってるんですよ。だから動きやすいし、ものすごくね買ってよかったかなというふうに思っています。続いてがね、こちらです。本当にシンプルな黒い V ネックのワンピースなんですけど、こちらがワイドリブ V ネックニットロングワンピースです。こちらもね、結構丈が長くて、こんな感じかな。こちらはね、体のシルエットが強調されるので、ちょっとザ妊婦さんっぽいかなと思って M サイズにしました。それでこんな感じ、これも下がスリットになってて、ものすごく動きやすいです。でこっちの方が M サイズにしても、まあ、体のシルエットがこう出そうだったんで、私はね今年はこうやってファーのベストとかすごい羽織ってたと思います。会社にまだ言ってない時とか、なんとなくこうしてるとふわっとカモフラージュされて、まあこれでお仕事場とかも結構いけたので、周りの人にあんまりザ妊婦です、あの気を使ってくださいみたいな感じにはなりたくなかったので、重ね着したりとかして結構着てました。もうすごい使えます。これ私すいません、いくらで買ったかもう分からなくなっちゃったんですけど、サイトで新春で見たら1290円で売ってるそうです。おそらくもっと全然高かったと思うので、間に合う方はセールで買われたらいいのかなと思います。こんな感じでね、本当にユニクロって、まあ、さっきのワンピースもそうですし、これとか仕事でもね使えて、もともと女社長がユニクロを着て仕事をするみたいな企画を取ろうかなと思ってた矢先に妊娠したので、妊婦さんでもね着れて、そして仕事にも使えてて、すごいいいことだらけだなと思ったので、今回活用しています。本当にマタニティウェア買わずにこれで今までは済んでるので、ぜひね、妊婦の皆さんもユニクロ行ってみていただけたらなと思います。今日は妊婦さんでも着れるユニクロのワンピースをご紹介しました。妊婦さんよくわかると思うんですけど、これから先すごいお金がかかると思うんですよ。出産準備とかでいろんなもの買って、まあそんな時にね、自分にばっかりお金もかけていられない事情もあると思うので、こうやって数千円で提供していただけるとすごい助かるなっていうのが本音のところです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ちょっとでも参考になったなとか面白かったなと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。